我、打天堂なり。こんにちは、ルシファーの夫です。今日は、モンストの神ボックスを、紹介していきたいなと思います。で、モンスト歴はだいたい2年ぐらい、ありました。で、まあ1年以上かな、このアカウントもう放置してて、もうずっとね、置きっぱなしだったんですけども、ちょっとね、なんか臨絶とかゼロゼロとか、なんか爆絶の上が出たとかね、いろいろなんか言われてるので、ちょっとやっていこうかなと思います。で、重心化したルシファー3体持ってるんですよね、これ。まあいいや。でモンスト実況なんですけど、まあ、ちょっとここで触れておきたいのが、なんかその以前私がこうモンストやってた時にリスナーとして、まあ今実況者っていう立場になってるけど、まあリスナーとして見てた時は、ね、某チートで炎上した人とか、某金髪となんか真面目そうなね2人組の実況者の人とか、この肘の名前の由来のチャンネルとか、いわばモンストの大手のチャンネルっていうのがね、今なんか検索してみるとちょっとオワコン気味になってて、まあ私もシャドバがね、シャドバの実況がオワコンになっちゃったんですけども、なんかいや以前めっちゃなんか再生回数すごかった人がなんかモンストも落ち目なんかなとかなんか思っちゃうんですけどね、なんか、どうなんだろうなみたいな。要は私が2年3年前に見てた実況者がちょっとあんま伸びてないんですよね。まあちょっとそこをね、隙をちょっと入っていこうかなと。でなんか SA コラボ SAO とかね、私1期2期、見ましたよ。隠してた感情が夢を運び、確かな希望みたいな、そんな歌詞やったかな。でなんか後半のエンディングが、高く高くこの手を伸ばし、確かあれってあれやんな、は春菜ルナやったっけ、春ねルナちゃんやったっけ、サエカノのオープニングのな、やつとか結構歌ってる方やな、確か。ドゥドゥドゥで、ちょっとモンスト実況なんですけど、まぁ、ちょっと最初やからいろいろまぁちょっと話すことがあるんやけど、まぁ以前ガチ勢で、あ、まぁちょっとこの話はもっと多くか。まず一つ目が、これなんか、コード刺さずになんかミラーリング、まぁ有料サイトの入れてやったんやけど、なんか3分後とかなんか10分後とかなんか不定期にこう落ちるんすよね、画面が。この左の画面が落ちるんすよ。だからこう喋ってる時に一台画面落ちて、戦ってる時にも落ちたらほんと困るわけよね、これ。特にこれ縦のゲームのモンスターとかこういいけど、荒野行動とか横のゲームするにあたってはこれもう落ちてもらったら困るんすよね、画面が。っていうことをまあ一つ言っとく。だから画面落ちた時はカットされてるってことかな。まあちょっと分かりにくいかもしれんけど、まあいいや。で、まあボックスやな。お待ちかねのボックス紹介じゃあいくか。もうガチ勢でやってたんで、もう超ガチ勢。じゃあまず運曲から見せるか、運曲。運曲が、これね。こんな感じ。運曲、これ自慢ね、これ自慢。これまず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 いくで、これ。イザナミ運曲。これも神やろ。これ持ってる人おらんからな。2年前やったら。2年前の自分に向かってこう実況してることでいいかな、これ。今やったらもう当たり前になってるけど、2年前っていうことにするわ。2年前の実況してる感じ。はい。これね、アシュラ運曲なんですよ、アシュラ、これ。で、これなんか、以前コメントにあったんやけど、なんかこうアカウントを買ってでなんかやってるとか言ってる人いるけど、これ自分でやりましたから。モンストやってたんで、まあその知識はあるよ、だからすごい、その2年前の知識は。決してアカウント買ったとかではないんで、まあ、それ言う方はマジで許さんからな。真剣にその集めたやつ、これ全部真剣、ほんともう何時間もプレイしてやったんですよ、これ。本当にもう何時間もかけてやって、でそれでなんかさ、人から買ったアカウントやとか言われたら、腹立つんですよね、そういうこと言われると。なので、まあそういうちょっとご意見あったらちょっとね、怒りますよ。次なんですけど、まあ一番最初に運曲にしたのが確かスルトやったかな、スルトかキー、
キーっていうのがいるんやけど、このね、この51センチを味わうのじゃ、51センチを味わうのじゃ、これ確かキーゲットしてイザナミにキーで連れていくみたいなね、やってたな。で、水属性のこれが一番辛かった、ビジャモンテン運極、これマジで辛かったで、これ。あー、いやー懐かしい、我が神秘の塵と消えるない、いや懐かしいわ。で、ログイン日数が1000日ぐらいなんで、だいたい3年ぐらいやってたんかな。1年が2360やから、まあ2年3年ぐらいやってたんか。モンストは結構やってたから、ぶっちゃけ一番アプリゲーの中ではまあ費やしてる時間長いと思うわ。で、あ、違う、最初作ったのこいつや、思い出した、このマリー・アントワネットっていうのを一番最初に作ったんやった。なんでかっていうと、めっちゃ可愛いんよこれ。だからこれ作って、で、なんか最初なんか運極作れみたいな話になったから、とりあえずマリー・アントワネットをなんか野良で周回して、で、ちょっとなんかイザナミとか行ってみようかなって考えた時に、次キーに行ったんやな確か。で、キーゲットして、なんかちょっとそうこうするうちに、なんか村雨とか出てきたから、すると運極しなくちゃみたいな。あの頃はもうなんかその1日に何個も降臨ステージが出て、それ全部やらなあかんねんな。すると、例えばするとイザナミアシュラとかやったらもう全部やらなあかんし、とりあえずもう運極することにもう毎日途方に暮れてた、もういわゆるオタク、よく言えば専門家ね、研究家、悪く言えばオタクですね。で、これね、これもマジで鬼畜やった。特に今のね、あの環境やったら、あのすごいね、なんかもう揃ってると思うけど、本当にもうなんかあの空風林とか、なんかベルフェゴーレとか、なんかその辺空風林、とりあえずクシナダ空風林で、なんかアンチ重力バリアのやつ連れて行ってやってたから、マジでこれなった時本当に嬉しかったな。山竹運極持ってるっていうのがもう一つのステータスやったから、これ持ってるイコールなんかもう神みたいな、山竹運極持ってるイコール神みたいな説あったな昔は。特に2年前のモンストやったら、イザナミ持ってる時点でもすごかった。で、クシナダ持ってると、お、こいつちょっとやり込んでるなみたいな、あ、違う、だいぶやり込んでんな。で、クシナダから、違う、イザナミ、クシナダ、山竹って順番に行くから、で、逆にイザナギとかツクヨミっていうのは、弱い。で、私一番最初に超絶の運極になったのがツクヨミなんですよね。ただちょっともうね、追いつかないんですけどね。で、これクシナダね、踊りくん、踊りくんちゃん、ライクショット、あー、こいつかわいいな。まあ、クシナダやろ、まあ、クシナダで、もうクシナダに関してはイザナミ運極4で回ってたな。もうガチ勢の LINE グループに入ってイザナミ運極4体で回ってた。なんかまたスマホ落ちました。イザナミ、そうそう、だからまあそういうことですよ。はい、で、スマホ落ちました。まあいいや、もうイザナミは、まあ、クシナダいいわ。で、マリー視点、マリー視点は何の運極でいったかな、これ確かな、なんだったかな、イザナミじゃなかったよな、確かマインスイーパーとアンチ重力とアンチダメージボールがあったから、なんか非属性アシュラとかいったかな、ちょっと記憶がちょっと飛んでるけど、でもなんかよう運極にしたなと思いますね。確かこれ大黒天やったかな、なんかその辺でいった記憶があるけど、ちょっとなんか記憶が曖昧ですね、この辺は。なんせ1年以上前の出来事やからな。で、これね、だもうこれもうめっちゃしんどかった、このこれこれもう死にそうなった、マジでこれ運極すんのマジで死にそうなった。だって1回の氷2時間の中で、1時間やったっけ、2時間か、2時間の中でゲットできるの1体とか2体とかやったで。で、まあ運いい時は5、6体、まあ5、6体いったらもう十分ってところやったんやけど、とりあえずこれはソロで回ってたわ。これもう本当になんかマルチでやっても、そのクシナダ降臨みたいなその難易度じゃなくて、もう一人のミスがもう負けに繋がるんですよ、これもうマジで。もう一ゲーなんで、その位置が把握できてないやつとやってももう しょうがないんで、これはい。そんな感じで大黒天マジでしんどかったな、これ。てかもうな、1年前からモンスト実験やってくべきやったな、ぶっちゃけ。もうシャドバーンも良かったけど、
このボックスを1年前に見せてたらな、あこの人すごい上手い人やなみたいな絶対なってたわ。ちょっとなんか参入が遅かったな。でなんでモンスト1年間やめてたかっていうのが自分でもなんかよくわからんわ。飽きてしまったんだよな。それだけシャドーバースっていうゲームにのめり込んで、あのランカーとしてもまあやってたし、もうシャドーバーが大好きで大好きでやってたからこそ、であの頃の YouTube の実況確かルシファー運極にするっていうなんか配信者いたよな。今生きてんのか知らんけどさ、だ名前何やったかなあいつ。なんかルシファーめっちゃ課金するなんか投資家のなんか人いたんですよね。ルシあのギコちゃんじゃないですよ。ギコちゃんじゃなくてなんかルシファー運極にするっていうなんかチャンネルよく見てたな。うん、こいつ金持ちすぎだろうって羨ましいなってな。もうキッズやったから、あのモンストキッズやったから、もうそういう動画見ると発狂してたわ。なんでこんなしょうもないやつが金持っとんやみたいな。まあまあいいけどさ、そんなことは。あの何気にしんどかったのこのね第10首都、これマジしんどかった。なんかソロで回ってたけどこれオーブ100個以上使ったんじゃないかな。もうこれは苦い思い出残ってるわ。もうなんかこれモンスト帰ってなんか なやっぱそのアプリに課金してなんかこう眺め返すとなんか記憶がなんか蘇ってなんかやなんか気持ちよくなってくるよな。なんかうん、いやなんか懐かしいな。ルパン一味か、この辺で確かモンストやめたんかな。懐かしい、この辺見るとめっちゃ懐かしいんやけど。まあこんな感じやろ。モンストのアニメもな見なくなったな。オラゴンとかな、あの葵ちゃんやったっけ、あの青い髪型の子がめっちゃ好きで結婚したいなと思ったんですよ。初めて あの二次元のキャラで、まあ、結構思うんやけど結婚したいなと思いました。あとはイザナギね。まあ、これはぶっちゃけそんな難しくなかった。でもうイザナミ読んでもいけたし、あの山竹でもいけたかな。あの山竹とかイザナミとかも普通にこれはそんな強くなかったな。ってなんか結構楽勝やったわけではある。あとは、まあバベルな。バベル運極になった時めっちゃ嬉しかったな。覇者の塔これ何回もやって40回とか、覇者の塔とかもな、緑の PUGC やったっけ、私を倒すとはみたいな、なんか変なね、このテレビの顔してるやつとかな。まあ今となっては多分攻略も簡単になってるんだろうけどさ、あの時のモンストめっちゃおもろかったから、まあ今のモンストはどうか知らんけどさ、ちょっといろいろ触ってみようかなと思うんですよね、どんな感じか。でこれも辛かった。これマジで辛かった。これもソロで確か回ってたんやけど、何で回ってたか、つくがみやったかな。ちょっと記憶があんまり定かじゃないんですけど、確かマインスイーパーと重力バリアやからつくみじゃないな。マインスイーパー重力やから、マインスイーパー、アシュラかな。確かアシュラで、アシュラっぽいな。アシュラとかで回ってたと思うわ。で、これも懐かしいな。これも懐かしい。本当に懐かしいわ。マジで懐かしい。で、これね。一番最初に超絶運極にしたのがこのツキヨミね。ストライクショット。闇を照らす光やれ。懐かしいわ。まあこんな感じですね。まあその他にもな運極いるけど、多分、ね、このゴースト、マルチ読んだらもうゴースト、来まくる。もうこのゴーストの運極マジで多かった昔。まあ今どうか知らんで、とりあえずマルチで読んだらゴーストばっか来たな。こいつあれは確か人間を倒す日は近いみたいな。研究は成功した。あれこいつ人間を超える日は近いみたいな言わんかった。なんか違かったか。まあそんな感じかな。まあとりあえずこれだけじゃわからんやろ。これだけじゃ紙ボックスってわからんね。いやもうてか運極見せただけで紙ボックスかぶっちゃけな。じゃあ次行くぞ。次がガチャ。てかあんまね課金あんま課金してなかったんやけど、なんでこれ。はい、次ガチャゲン。まあこれこの間ゲットしたやつなんですけど、イザナミ回ゼロ回か全部わからんけども、まあゲットしました。まあベートーベン4まで行ったわ。もちろんソロで。まあガチャゲンはねぶっちゃけなんて言うんだろう、まあ、そんななんかその思い入れが
まあ思い出あるけど、思い出あるとしたら、まあそのリン2が重心化した時、重心化のそのピークの時とか、リン2強えみたいな、あー面白かったなあの頃は。あー、まあ今のモンストはもっと面白くなってるかもしれんけどな。でも結構なんかその大手の実況者が結構飽きたっていう、飽きた感がすごいよな。なんか実況してて笑顔がない。特にあの金髪と清楚系の、金髪の太ってる人と、まあ、清楚系のチャンネル、清楚の男性のチャンネルあるんだけど、もうやってる時これやもん。あ、ここつ、あ、いいねいいねいいねみたいな、もう無、なんか無表情みたいな。なんかちょっとモンストなんか飽きたのかなみたいなね。とは言いつつ、なんかもう私もなんか三日坊主やから、これもうやめるかもしれんっていうのがあるんやけどな。懐かしいな。ルビーちゃん可愛いな。皆様ごきげんよう。これ重心化したんかな。ルビーちゃんもな、あのタンクレーザーで火力が高かったから、ルビーは可愛かったし人気あったな、あの頃は。懐かしいね。これほんと懐かしいわ。なんか涙出てくるもんこれ見てると、ね、自分の青春が蘇る、マジで。震えてくるわ。頑張ったなって。よくこれだってほぼ無課10万ぐらいしか課金してないもんな。よく頑張ったと思うわ。要は無課金でもその時間をかければキャラクターが揃っていく、そこに面白みを感じた。シャドーバーと一緒で、あのシャドーバースっていうゲームあるんやけど、あれも課金してしまうと、課金すればするほど面白くなくなるゲームなんですよね。要は持ち霊がなくなる、もうカード全部揃ってるからやる意味がないと。でも無課金っていうのは、ルーピーとか貯めて、新しいカードを作っていってデッキ作成できる、そこにまあ面白さがあるんやけど、課金すればするほどね、やっぱちょっとねっていうのがあるんですよね。でこれモンストはね、課金の日が違うと思う。多分500万600万費やしても、まあ、全キャラクター揃わんのかなみたいな思うと、ちょっとね、どうなん、参入しづらいっていうのがあるんですけどね。モードチェンジ、コードトリプルセブン。いやー懐かしい。これね、 70% 以下になったら強くなるみたいな。で一番最初のガチャゲンがこのゼウスっていうキャラクターなんですよね。それにしてもこれ20分ぐらい実況してる間にもう3回ぐらいこれスマホ落ちてるぞな。落ちるイコールな、カットするっていう編集がめんどくさいんですわ。あ、で、あとはまあこれね、ノストラダムス、これ確か10万課金して手に入れたから、敵やな、敵や重心化。ねで、なんかね、こいつ得エル持ってるんですよね。まあいろいろ頑張ってきて、これ何や、これ対抗簿、これガチャゲンか。なんかあんま記憶にないキャラクターも入っとんな。なるほどな。まあアバロンとかでな、この辺はめっちゃ活躍したよな。でこれもな、35回か6回のなんかイザナミが出てくる、あ、めっちゃ鬼畜なステージけどめっちゃおもろいっていうステージがな、めっちゃ強かったな。とりあえずこのデッキでも1年前はあの全然やっていけました。ただ今のは人しから見るともう貸すって思う人もいるかもしれないな。そうやな。これなんやこれ、マゼランか。確か茨城同士がなかったんだよな。でガブリエルがな、めっちゃガチャゲンガブリエル持ってる人めっちゃなんか拝まれてたわ、 LINE グループで。ガブリエル持ってるこの神みたいな懐かしいな。ウリエル、ゼウス、このゴーストもな、めっちゃ活躍したわ。もうなんか溶けていったもん、敵が。おもろかったな。アーサー、ハクア、ハクアも楽なら、まあ今となったら運極もなんか当たり前みたいなありそうですけどね。いやー懐かしいな。で村雨はまだラック21だったんですよね。これパンドラちゃんとかね、なんで進化使ってない、もう課金してやめたんですよね。10万課金してなんか
気持ちがなんかシュンとなってしまって、でやめた。意味がわからん。自分の金遣いの荒さ、これはねやばいっすわ。頭おかしいんですよ、だからね。いやー懐かしいなー。あー、これも持ってんのか。てか10万課金して結構集まったんですよね。だからモンスト結構なんだろう、その荒野行動とか違って結構その10万とか詰めば結構キャラクター手に入るよな。まあルシファー3体持ってるんで、まあこれがなんかその新しくなればなるほどそのキャラクターの数が増えるから当たりにくくなるじゃないですか。でそこの状況でルシファー3体持ってるっていうのは、まあルシファー3体持ってるんで、まあルシファー重心が3体で、まあ今の環境にまあルシファー3積みで、てか昔はもうルシファー積んでたらもうほぼ勝ちやったから、ルシファーもう3枚積んでればどんな氷も溶けたから、まあ、ルシファー3枚積みでちょっと再開しようかなみたいな。でハーレーも一応いるからな。まあこのボックスあなたらな、ね、再開しますかこれ。ね、多分再開するべきだと思うよこれ。それだけ費やしてるし、まあ、課金もしてきた、時間も費やしてきたし、知識は結構持ってる。2年前のね、1年前か、1年半ぐらい前かなの知識は持ってる。ただそれは古い情報やから今の氷全く分かんないです。はい、クエストもなんかいろいろあるけどな。なんだなんだ、なになに、イベント、覇者の塔ってまだあるのこれ。覇者の塔、あー封印の弾？アプリ落ちすぎ、充電しながらやった方がいいんかなこれ、ほんまに。まあいいや。クエス、いやもうなんか結構増えてんな。神獣の聖域って何これ。神獣の聖域、これはすげえな。なんか分からんのがいっぱいあるわこれこれなんか難しいんかな。30とか書いてるけど、まあまあいいや。まあとりあえずなんかもう ここら辺確か聞いたところによると、ガチャ弦しか使えないとかあるから、結局もう課金しないといけないですよね。で今オーブがこの前課金して596個あるんですよね。で、まあ、1回だけ今日は特別に引きましょう。1回だけ。これでキリト君来たらいいな。アスナちゃんでもいいけどな。頼む、なんか来い、なんか。ああ懐かしいなー、モンスト。これは何、これゼウスか。うわちょっと待って、これ当たり前か。あ、4か4か焦らすんじゃないよ。なんかいいとこでなんかまたスマホ落ちましたね。まあいいや。まあとりあえずこのね、モンスト、まあ再開した方がいいか、まあこれ前も動画あげたんやけど、まあ再開しようかなと、思ってます。まあ とりあえずルシカ重心化3体させてさ、なんかちょっとストライクボイスとか聞いたんやけど、勉強もしなあかん、モンスト。そのキャラクターをこう1年以上空けてた空白の部分を全部、覚えなあかん。まあいろいろ大変、まあまあ気楽にやっていこうかなと思うんですけどね。まあちょっとモンストガチ勢の、まあ紙ボックスね、まあそんな感じですね。